はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回ですね、パズドラ Z 続きからやっていきたいと思います。で、今回はついに僕がやってるバルハラエリアだったかな、名前忘れたんだけど、のボス戦やっていくか。じゃあレッツゴー。で、一応なんかエッグがね、はてなはてなはてなあるね。これ解析するか。まずさあ何が来るかな。あ、ホワイトビショップ、これ確かに持ってなかったね。誕生、これか。ホワイトビショップはハートドロップを光ドロップ、進化すると、あ、光翼の天使エクシアに進化するんだ。あ、いいねこれ。で、あとホワイトナイトがね、天空の騎士ヴァーチェに進化できる。あ、これか。トゥルフィングのチップが必要なのって、結構むずいね、そう考えると。まあだけどこれは今度にしようかな。で、まあせっかくなので、10連したいと思います。6万円だ、バイバイ。レバーを引いて、さあ出てこい。いいキャラ、あといいチップ。さあ何が来るかな。キラボルトのチップ、カガリのチップ、ランスのチップ、ネメシスのチップ、ディアボロスのチップ、刃のエッグで、ハテナハテナ、アワリンのエッグ、重闘牛のお札、カラドラのお札。あ、いいね、チップはめちゃくちゃいいね。で、ハテナがよくわかんないけど、まあチップは嬉しい。さあやっていきますか。A レート、ヴァルハラ。で、ボス戦だね。ステージ1、青天竜の庭園。このパーティーで行くか。正直なんか火力不足な気がするんだよね。1.5 倍って。さあ行きますか。まあだよね。歴代のボスがもうずら、もう続々登場する感じ。絶対そういう感じだと思ってた。で、今回は神竜タイプと貴族性の攻撃が 1.5 倍のキャラ連れてきました。確かエンシェントドラゴンナイトだったかな。名前はあんまり正確じゃないと思うけど。いや、光いけたけど、まあ。おお、まあまあ食らうね。どのぐらい食らう ?5700 か。で、一応 HP がね、22000でかなり上がったんだよね。だから、かなり、耐えれるよ。まあ、相手が1万以上の攻撃してきたら、さすがに、ビビるけどね。まあ、今のところは大丈夫。まあ、長くなりそうだな、これは。あ、やばい。あ、いいね。まあ、少し助かった。お、ナイス。さて、また強そうだな。そう考えると、もしかすると光属性が多めだから、闇属性連れてこればよかったな。もっとドラゴンズロー、あ、攻撃か、そうだ。いや、間に合わなかったか。で、どのぐらい食らう？あ、5700か。ドラゴンズロアでこのぐらいだから。5コンボね。なんとも言えない感じだね。いや、光いけたね、下。あんまり見てなかった。まあ、だけど多分、どうだ？半分ぐらい削れる？ナイス。じゃあ次でいけるね。で、ちょっとやばくなってきたね。これ回復しながら突破したい。いやー、おー、ナイス！オッケー。7コンボ。で、これで突破プラス回復もできる。で、これか。お、ぶど！ナイス。回復もできる。で、闇の Z ドロップ。あ、いいね、いいね。次でいけるんじゃない？パルスインパクト。
あ、結構食らう。これでもう突破しよう。パルスインパクト。まあ、さすがに最後ぐらいはドロップ消すか。まあ、これでいけるでしょ、さすがに。Z ドロップは残しときたかったから。ナイス。で、銀の宝箱、同時に5個か。ないね。うわぁ、Z ドロップ消したくないけど、消すか。で、残り1個ね。OK。同時にまず、いや、もう全部一緒にやるか。OK。ゴルドラのお札 Z。おお、強そう。このぐらいだなぁ。やめ属性バインド対。あ、2ターンか。そう考えるとさ、僕が今作ってるその闇属性のパーティー、めちゃくちゃ合ってたね。ここの、なんだっけ。ここの、ダンジョンか。作っとけばよかったなぁ。まだレベルが低いんだよね、あのパーティーは。まあ、ある意味正直闇属性連れてこなくてよかったね、そのパーティーとしては。このバインドだっけ、これが痛いよね。5コンボ突破かな。ナイス。で、流石、水を8個消せ。闇を同時に6個か。同時に6個。まず水を5個消して、闇全然来ないな。あ、いいね。で、同時に6個消そう。これでいいよね。よし。いけた。で、なんか、その、雷光みたいなやつね。ドロップチェンジ闇使おうか。パルスインパクト。パルスインパクト。さあ、やっていこうかな。お、いいじゃん。9コンボね。お、ナイス。一撃。で、ボス戦ね。ステータスバリア。強そう。ドロップチェンジ闇使います。いや、もっといけた。もっといけたなぁ。まあ、一旦このまま行こう。ナイス。まあ、半分までいけた。あ、6000か。あ、6000なら全然。ドロップチェンジ闇。6コンボ。おお、闇が少ない。7コンボ。いけ。うわ、残る。残ったか。なんだ、超連続攻撃。耐えろよ。ああ、あれ8500。よーし、じゃあ、倒しまーす。
あ、火もいけたな。まあ7コンボ。さあ、GG だ。きたー、よっしゃー。クリア。で、新しいエリアが出てきたっていう感じだね。おー、新しいダンジョンね。はい、ということで一応今回はですね、まあ、無事クリアできたね。まあだけどなんか、前よりかは、まあチームが強くなったっていうのもあるけど、結構かなり簡単にクリアできたね。まあてことで次回から次のエリア攻略していきたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもあったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、ボーイ。